バンシンチローのここでものいいです。この番組はフリーランスアナウンサーで大相撲取材歴40年にもなるというバンシンチローさんがえ各場所ごとにえ思ったさまざまな思いを勝手に語るえ自主番組でございます。バ、はい、ンよろしくお願い,いします,、はいはい、す。よろしくお願いします。でちょうどあの前回先場所の時ですけれども。はい ええ今度の八月の二十五日にあのジャカルタ巡業の時だけれどもその時ちょうど私は東京であのセブ戦を埼玉西武ライオンズの試合をあのまあナックファイブというところで喋りますよと FM でね一人喋りなんだけれども八月二十五日は特別に木村健次郎さんに来てもらってっていう話をしましたし応援団でトランペット吹いてたやっぱり結構ねあの相撲関係者やそれからあのまあ特に相撲ファンがあのよく聞いてたみたいですね。 だから木村健二郎さんにもその後あったらね、ええあのー、土俵に上がって自分がさばいてる時に「おお聞いたぞー」とかってあ反応がね好評、えー、だったという、ねえー。ということなんですけど、ええ、さその時にね、ええ、あの渡辺監督のところにまあ引き合わせたといいますかねまずね練習中にちょっとバッティング練習をチームがしてる時にそのバッティングケージの後ろで話をしたんですけど、ええはい、でまず第一声が「ええ、いやー僕は」 はい、監督ですよ。はい、いや僕はあのー、多分野球界では、ええ、一番お相撲のこと知ってる。あ<ー>一番そういうそうそう言うんですよ。ええと思って。はい、ええー。そしたらまああのー。 今の大野松親方ですね、マスラオさんですね。あだとか、まあ、あ坂歩寺尾、はいえー、あるいは大将法とか、はい、まこういった名前を次々に挙げてですね、えーえー、そういったお相撲さんたちと、えー、あのー、交流が随分ありましたと。三八世代ってやつですね。まあそうですね。えー、うん。で、えー、そんな話をしてて。 そういえば大野松といえば流、はい、鉱山なんか私ずっとね、ええ、あの若い時から見て応援してて上が、ええった途端にすぐなくなったのは残念だったよねって言われてねまたよく知ってるさすがだなとは思いましたけれどね流、はい、鉱山っていうのは大野松部屋で、ええ、あの入幕を果たして前頭10枚目でね、はい、でその時に、あのー、勝ち越しをして。ええ でその場所後の次の場所に備えて2月ですけれども稽古が終わった途端に倒れてしまってそのまま亡くなってしまった急性してしまった方なんですけれどもそういえばね木村健次郎さんが放送席へ来た時に野球場のユニフォームを着てきたんですよ西武ライオンズの背番号が20番上には名前入ってるわけですよブコビッチ。 渋いでしょそれやっぱり当時のですか当時のですね。ということでねその健次郎さんが場所中に私のところへ来ましてね「いやいや今金村さんが来てると城内アナウンスの隣のマスで」「に来てるとそそうだからぜひ晩さん来てくださいよ」って言うんで私おっとり刀で駆けつけて金村さんといろんなところで仕事一緒にしてるのでねそうしましたら渡辺監督の話などをしたら「 いなべさんよりも僕の方が絶対相撲は詳しいってこれまたね。ということでまたいろんな名前を出してきてねあなるほどこれは面白いなと思いましたね。そういえば錣山さんにね寺尾さんに場所中にそんな話をしたらいや私は確かに渡辺さんやなんかともね交流があったけど森重和さんともし顔を合わせたら。 あの、もう、本当によろしく言っておいてくださいと。<laughs> ういうくれぐれも、よろしく言っておいてくださいと。どういうい繋がりなんですかね。え、ねはあ、もう、男気があって、素晴らしいあの人だって言ってね。はあ、えええー、まあ、やっぱり交流があるんですね。はあ、まあ、それに始まって、まあ、昔からね、あの、伊藤勉監督が、はあ。ええ あの若隆と,とかね、ええ、いろんな話ありますけれどもねちなみにあの渡辺監督はあの年に10日ぐらいは、はい、あのこれはまあ監督になる前でしょうけれどもね、ええ、あの奥さんと一緒に末席で場所を見に来たということですけれどもね。 やっぱり今場所の、まあ、一番のスポットライト浴びたのは、あの、遠藤ですよね。そうですね。話題でしたね。まあ、白鵬っていう声もあるでしょうけど、まあ、遠藤ですよ。やっぱりね、ええ、ええ、あの、ロバートの秋山にちょっと似てる。話。よくそういう話聞きました。聞きますよね。で、あの、遠藤について言えば、まあ、確かにちょっと最後、球場という形でね、終わってしまったのが。うん、ちょっとかわいそう。十五番見たかったですが。はい。まあ、ただ。 あのー、来場所こそ、まあ、前頭の中ほどへ上がる感じなのでねまだ前頭の上位まではちょっと難しいとは思うんですけど急所でししたたたかかららね,、うん、ね三役当たりまの横綱と当たるにはやっぱり5枚目以内でないとちょっと難しいから来場所はちょっとどうか分かりませんけれども、うん、まあ星が良ければもちろん、ねええ、当たるかもしれないんですけれども、ええあのー、そういう意味では来場所以降が本当にこう力を試されるというかね、うんうん あのそういう感じだなと思いました。で遠藤といえば、あの日の丸おじさんがやはりいっぱい出してましたね。また遠藤今度は出して、あのですからね。白紙であのルビーまで振ってありましたあのなんていうのかな、え自分が応援することがあの相撲を盛り上げることだっていうふうに、つまり自分が目立つことが変な言い方ですけどね。いやいや無表情面たちはないわけですよ。そうです。 つまりねこれはあの前の理事長にね離れ駒さんにも実は呼ばれて理事長室で注意をされて、はい、あの帽子はやめてくれとか理事長直々のに言われてるんですよそれはいろんなところで確かめました、ええ、ではいわかりましたと言って、ええ、全然わかってない、ええ、ですのでこれまあその他にも言いたいこと実はたくさんあるんですけれども、ええ、まあ今ここであえて押さえますけれど是非、ええ、あの応援の仕方はやめてほしいです ちょっとあの映像的にもあの目障りというといい目障り、はっきり言って目障り<で>相撲の応援としてあの片側だけを応援するっていうやり方は<低>あんまりふさわしくないと僕は思いますね。もう最低ですよ。えー、いや僕それでね一人の力士をずっと応援しているっていうのはまだわかるんです。えー、ところがその時一番そのマスコミやなんかに取り上げられてる人間を。 だから毎場所人の名前は変わるわるけですよです、ね、でしかもあの人自分でその紙切れも持ってないですか全部人に持たせて自分の手は汚さないというかうあれはちょっとねえ一興ですね。でお相撲が好きならね、えー、でお相撲取ってる時お相撲見なさいって。 そうそう隣の人と話しよく喋っててそ,うそう相撲取ってるの。時間いっぱいで立ち合い立ち上がってから慌ててみるとかよくあるんすね。いやもうもうそうじゃなくても終わるまで隣の人と話してるケースが結構あります。ああ何せ目立つところに座ってるから。隣の人もいいはありますね。本当ですね。ねまあどうかわからないけどあれがまあ、ね、あの自分ではいいと思ってるのかもしれませんけれども。ちょっとね周りもねチアホやっちゃうところもよくないと思うんですよ、ねそです。それはありますね。つまり、ね、あの野球が好き相撲が好き卓球が好きっていうならもちろんそれでいいんですけれど。うん そうじゃないんですあの人の流行かけてるだけです、ね、そういうふうにね、うん、あの見えてしまうのでね、うん、あの確かに。 あのー、相撲場へ実際に足を運ばれてこういう形で観戦をされることについては、ねね、あの本当に、あのー、私どももあの嬉しいと思うんですけれども、ね、ただ、あの応援だけはもうやめてほしい少なくともあの帽子とあの格好だけはやめて、うん、普通の席で応援ししてほいいと思いますちょっと話がそこ行ってしまってね、はいえー、ちょっとハイテンションになってしまいましたけれども、はいあのー、ただ、今場所はあのー、ちょうど9日目でした。 ね、はい、あのー、教会の職員の女性の方、みんな和装で、あ和装で、今場所二日あったんですよね。ねありましたね。はいはい、それであのー。 ええ、高野花と撮影一緒にできるという、あの末席の特別チケットの抽選やって。で、当たった方はその高野花と、ね、あの。ツーショットで写真を撮ってもらったり、あるいは、あの八角部屋の稽古見学ができますよ、なんていう風にね。今朝稽古の。そう、あの見学付きチケットなんてあります。ねそうなんですよね。だから、まあ、あの教会も随分一生懸命、あのやっていてね、ホームページがガラッと変わった。変わりましたしね。自分のたちの方からいろいろこう働きかけようという感じが出ていてね。 はい、その点ではすごく良かったなというふうに思います。はい、えー、さて次何話しましょうか。はあまあ、白鵬の話しますか。五衛門の話しますか。またあはありますか。はい、あのー、白鵬はこれで連続二桁勝利が四十、はい、場所。 横綱になってから37場所全部2桁以上ですからこれは本当にもう素晴らしいもんで自分の記録を更新したわけですよねこれ今までにそんな人いなかったわけですから中日全勝ターンというのがこれが29回目これはまあ自分のやっぱり記録ですよこれはまあ相撲界の記録でもあるわけですけどそれを更新したわけです。中までで全勝くとというこは つまり取りこぼしをしないということですよ、うん。そうですね。うん、だから二十七回も印象できるんですよね。えー、これもやっぱりそういうところにも現れているなっていう感じがしますね。でその白鵬を破ったのが豪栄道。はい、まあやっぱりちょっと白鵬があの取ったりいったのは良くなかったですね。ねちょっと中短パンな範囲。はい、でしたね。えー、ちょっとこう。するっとこううまく抜けましたね。五栄道。あのー、ちょっとこのところ。うん、荒っぽいというか雑。 というったり二番ぐらいで勝ってますねその前に前に勝ちました栃王、ねはい、山なんかに勝ったり、はい、して、あのー、そういう点でねちょっと相手もやっぱりあのー、それなりにもそれなりっていうかもちろん一生懸命は白を倒そうと思ってきてるでしょうから、えー、あんまりああいう荒っぽい特にこれからはもう多分大砲の記録超えると思うんですよ、えー、あと五回でしょはい とあったら23年のうちにはまあ年に4回、5回の優勝は無理だと思いますけども、ええ、あの大鵬の記録は超えると思いますよ、よほどのけがしない,といの、ねまあね、今の,あの年齢ですからね、はいで、しかも横綱、今、春馬富士と2人だけうそうなんですよね。ええ、で、その白鵬を破った豪栄道、ええで、今場所も2桁勝ちましたので、ええ、11勝、ええ、で大関戦は。あのー 20勝18敗と<う>俺は大関戦勝ち越してるわけですよこの関脇在位期間中にね。ええ、で、あのー、関脇で、えー、過去2回これが3回目になりますけれども2桁勝利、はい、ただその2桁勝利上げた次の場所、うん、これがその過去2回いずれもね1桁なんですよ<ー>桁勝利だからまあ大関になれないということもあるんですけど、ええ、直近30勝に達しないっますね。そ まあこんな言い方すると失礼かもしれないけど相撲の甘さなんだろうな守りが弱いとかよく言いますねそうなんですよね来場所そういう意味では非常にやっぱり注目をされる場所になるなという感じがありますね白雲の決め技一つあの呼び戻しありましたねこれ16年ぶり16年前のあの高野花健康戦だったんですけれど平成9年の春場所ねあの時たまたま私あの喋ってたんですよ TBS で喋ってたんですけどあの時はもう 本当に呼び戻しという感じだったのでもう呼び戻しって言ったんですけれどあの今回も今回はテレビ見ながらだったんですけれどあの国技館の中の記者クラブのテレビを見てあ「あ呼び戻しだ!」と言ったらその後呼び戻しというふうな場内発表ありましたけれどただその16年前の呼び戻しあるいはその前の初代若野花の,あの仏壇返しの頃の呼び戻しなんかに比べるとまあ 体がみんな大きくなって太,、うん、太ったというか感じなので、えー、そう,で、ね体,型ね、そう体型の感じでねああいう風うにきれいに裏返すことはやっぱり難しくなったっていうのはありますけど、うんうん、やはり力が違わないとあのうい戻しはできませんからたまにはいいんじゃないですかね、うん、という思い狙ってやったって話ですか、ね、そうらしいですね,ね、えーえー、それはまあいろんなところからね、えー、聞きますけど、えー まああんまり狙ってやらない方がいいかもしれないですよまあ相手が相手だからということはあるんですよね、ええ、最初に呼び戻しをしようって決め決めたというと変ですけど稽古で取り上げたのは何年か前に、ええ、まず宝富士にやってみたらしいですからなるほどですから本土表でもまんまと獲物になってしまった、ね、そういうことのようですうん別に確確たる証拠はありませんけれどもね、はあ、え重、ー、量も照ノ富士が、ええ、鏡王を あの本割で負かして上手投げで、はい、その後決定戦でもその鏡王を破って優勝と、はい、これ鏡王も照ノ富士もモンゴル、うん、出身力士ですんで,です、ね、だから白鵬照ノ富士とモンゴル勢でまたね来場所またかなりモンゴル勢が上がってくんですよ、えーえー、だからもう毎度同じこと言っててあれなんですけど、えー、日本人に <laughs> 頑張ってもらいたいなと、えーうん、まあそういう中にあってね 三段目で天一、はい、これが三十五歳十ヶ月<ー>でそれが七千全勝っていうのはこれはなかなかあのほーっていう感じでね。優勝インタビューもなかなか印象的でしたよ。あそうですか。はい、ちょっとキツコなっちゃったんですか。はい、あ,あそうですか。えー、これ十六年ぶりの優勝ということでね、え九十七年の名古屋以来ということらしいですけれどもだから。 その16年間というのは彼にとってどんな思いだったとかねいろいろそのみになって考えてみると面白いなという気がしました逆に負けた方がどうなんだっていう話まあそれしたことで優勝を許してしまったそう実際には三段目っていうのは一番このね新旧入り混じって激しくやるところなんですよ上がる人と落ちそ、ね、そうそうだからそこで優勝したっていうのは大したもんです、はい、だから序の口でね、はいえー、あの慶天界が、はい、あの大野松部屋ですけれども、はい、えー 優勝しましまた、はい、これ新十両で優勝したあのー、その場所であ優勝じゃありません新十両へ上がった場所で、ええ、あの膝を痛めて、ええ、でそこから5場所休んで、えええー、で、えー、これが復帰場所だったわけですよね。はい、もう1からのなで,す、ね、そ,うでそこで七千前翔まあ序の口ですからでしかも十両に上がったぐらいの力士なのでねあのそれを考えると当然といえば当然かもしれませんけれどもそういうまあ あの、ちょっとおやっと嬉しいぞというニュースもあったので、えー、来場所が、その意味では締めの九州場所。えー、楽しみにしてます。お客さん入ってほしいですね。本当ですね。はい。はい。